ここ暗、しかも寒、風ビュービューやん。ここが本当に信仰の対象？そうは見えないんだけど、なんだかとっても物悲しい。昼間でも光のささない暗さと寒さから、ここは神町の園と呼ばれているみたいね。天上界からの恩恵を待って待って待ち焦がれて作られた園。なあ、のんびりはしてらんねえぜ。アルベールとやらがここに向かってんだからよ。そうだね、先回りできるよう急がなきゃ。遺跡といえば探検だね。ルカ、おめえも話が分かるようになったじゃねえか。うん、特に薄暗い遺跡なんて興奮するね。あんたら鼻息荒いじゃん。一体どうしたっての？へへ、こういうところに忍び込んで探検ごっこに興じるのが男子の流儀ってやつなのさ。そうそう、そして秘密基地を作るんだ。は？何よそれ、全然わかんない。秘密基地だよ。いろんなもの持ち込んで入り浸ったりする。んだよね、だよねって。じゃああんたも分かってないんじゃない。僕レグヌムにいた頃はみんなに一人前扱いしてもらってなかったからさ、ずっと入り口の見張りだけをやらされてたんだ。わあ、ブルーな話。だからこういう人並みの遊びやってみたかったんだ。そうか、よし分かった。じゃあ楽しもうな、遺跡探検。うん。
大丈夫そうね。ダメだ、ダメだ、レッグエンド、ゴーラジン重装弾、レッドバックエンド、やった、ブルーサルハンド、レッドスター、攻撃戦、とどめ、そこだ、魔人剣、セイスター、魔人剣、これがアスペクター、魔人剣、俺に勝とうなんざ1億光年。
シュー、とどめだ、そこだ、魔人剣、うわっ、死ね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 、大丈夫そうね。フラッシュ、そこだ、フェノムショット、やっ、報酬券、そこだ、とどめだ、ひらめく、フォロー、ファイヤーボール、ファイヤーボール、ジグソーゼン、ガトッチョ、やっ、新人化、ジグソーゼン、やっ、新人賞、ジグソーゼン、魔人剣、そこだ、とどめ、フラッシュゲット、やっ、フラッシュゲット、やっ、この絆がある限り、こっちまで寒くなるじゃない。さあ、なんや、めちゃめちゃ寒いねん。もうこっちも我慢してるんだから、あんたも我慢しなさいよ。寒いのはわかるが、あまり叫ぶな。雪崩が起きたらどうする。リカルドのおっちゃんはええやん、そないに暖かそうな格好しとるんやし。そうよ、そのコートを貸してくれるくらいの優しさはないわけ。そうや、そうや、いい加減にしろ、叫ぶなと言ってるだろう。リカルドさん、すまん。一気に突破する。そこだ、止めろ。え、手伸びて、大丈夫だ、特攻だ。エアモノ、魔人剣の、そこだ、止めろ。今だ、地を制する烈士の炎、飛炎ゴーハザン、これが僕の力だ。覆すぞ、大地を吹き上げ、クソヤッ、公衆剣、ジグソーゼン、くらえ、瞬時、先人銃撃走、ラストエイド、ヤッ、先人勝負、レイク、やっ、やっ、やっ、ラストエイド、セイ、そこだ、魔人剣、アシレスハント、ワッ、不覚心、とどめだ、アシレスハント、ヤッ、捕撃戦、ワッ、やっ、とどめだ、私たちの胸に宿、thank you.
楽そうだな。ひらめく炎で、ファイナーシレスハント、魔神剣ファーストエイド、くらえ、フレアボム、さあ、地獄道だって、大魔神、せいやつ、地獄道だって、さあ、逆報酬剣、トガハダ、さあ、さあ、逆報酬剣、ファーシレスハント、トガハダ、逆報酬剣、フレアボム、よし、魔神剣、俺の華麗な剣技はどうよ。まったく。どうしたのよ。何？お腹でも減ったの？ご飯ならまだないわよ。イリア、なんだか眠いんだな。はあ？眠い？言っておくけど、今眠ったら問答無用で置いてくわよ。待て、イリア。この症状は。何よ。まずいな、このままでは。どこかで火を起こして暖を取るしかなさそうだな。スパーダ、エルマーナ、風の当たらない場所を探してきてくれ。ああ。何？コーダやばいの？ねえ、どうなの？このまま眠ってしまったら二度と起きないだろうね。そんな！なあ、イリア、なんだか気持ちいいだな。こら、寝ちゃダメ、寝ちゃダメだって。イリア、うるさい。このまま寝たらずっとご飯が食べられなくなっちゃうわ。それでもいいの？それダメだな。こうだ、ご飯、飯どこなんだな。キュッキュ、今日は何なんだな。しかし早く食べたいんだな。食い意地に助けられたのね。でもよかった。迷惑な生き物だ、まったく。気を取り直して先へ進もう。そういえば、スパーダたちは？あ。あら、楽できそうね。とどめだ！レッドバックエンド！え、セイフは特攻だ！やじゅわ！背を預けられる仲間がいる。命を賭して。アルベールがここを探る目的か。やはり俺たちと同じく創世力に関する情報か。まあ実際のところは連中をとっ捕まえて締め上げでもしないとわかんねえけどな。だがそう考えれば辻褄も合う。俺を雇いアンジュを探させたのは創生力を求めてのことだろうからな。確かにそうでもないとわざわざリカルドを雇ったりはしないだろうしね。まあいずれにせよ彼らに先んじておいて損はないさ。天上界と地上を再び一つに。元老院の石頭たちには僕の考えは分かってもらえないようだね、オリフィエル。今しばらくのお待ちを。必ずこのオリフィエル、あなたを救い出してみせます。待つよ。この状態じゃそれしかできないから。元老院め、我らが天空神ヒンメル様をこのように扱うなど。
殺さないだけ譲歩してくれているんだよ。ありがたいじゃないか。それにここにいる限りオリフィエルを怒らせてお尻ペンペンされることもないしね。ヒンメル様、またそのようなご冗談を。搾取と差別で満ちた閉鎖的世界が元老院たちの目指す天上界。僕はただそれに異を唱え続けるだけだ。地上人の信仰と魂、それに支えられる天上界、施しをもらっているのは僕たちの方なの。その上センサスとの戦も激しさを増すばかり。元老院たちに休戦の考えは毛頭ありません。そんな天上界が楽園だなんて僕にはとても思えない。楽園とはこのように思いを馳せるだけで幻滅を感じさせる世界なのか。ヒンメル様。オリフィエル、僕たちには仲間が必要だ。同じ志を持った仲間が。僕は待っているよ、オリフィエル。もう君しか頼るものはない。待っている。ヒンメル、ヒンメル、あなたは待っていたのに。それなのに私は。駆け抜けること来航のごとし。
竜王雷神剣。やった！この剣に思いを乗せて突き進む。うちが一番乗りしたろう。ヒンメル様、何とぞご無事で。なんということ。ヒンメル様、ヒンメル様。おのれ元老院、もはやラディオもセンサスも関係あるものか。元老院、必ずお前たちを皆殺しにしてやる。ヒンメル、チッ、トロトロしすぎちまったようだな。やあ君たち、我が国所有の遺跡で何をしているのですか？雪のせいで道を見失い、暖を求めてさまよった先が旅人を襲うヤマンバの根城だったんだ。あ、スパーダ何言ってるのさ。あ、いえいえ、そうなんです。そのヤマンバったら身の丈2メートルはある毛むくじらの大男で。え、ちゃんと話合わせるよ。それじゃ雪男じゃねえか。ヤマンバっつったらばあさんだろ。え、そうだっけ。あっちゃー、しまった。面白い方たちですね。アルベール様、あのライフルの男、以前アルベール様のご依頼を破棄したリカルド・ソルダートです。そう、彼がリカルド。その説はどうも。リカルド君、私はテノスの貴族に名を連ねる者、アルベール・グランディオーザ。よろしくお見知りおきください。では先ほどの質問に答えていただけますか。この地で何をされていたのです？さっき説明したやん、性別不明の雪男を見物に来たって。なあなあみんな、とっくに嘘だってバレてるっつうの。エル、エル、往生際悪すぎ。まあいいですよ。さてリカルド君、その中にアンジュ・セレーナ女子はおられるのかい？アンジュは私です。勘違いするなよアルベール、お前に引き合わせるために連れてきたのではない。分かっていますよ、ちゃんと契約破棄の書状と違約金が届いていますからね。違約金が返ってきた上に結果的にアンジュにも会えた。あなたには感謝してますよリカルド君。それで私に何のご用ですか？あなたとお会いしたことは
ないと思うのですが。随分釣れないことを言うんだね、オリフィエル。あなた、一体何者なの？僕も転生者の一人でね。前世での名は、天空神ヒンメル。あなたが、天空神ヒンメル？その言葉が、真実だという証は？僕が今でも、何より怖い言葉がある。それはね、オリフィエル、お尻ペンペン。あなた本当にヒンメルなの？そう、オリフィエル。君を待って待って待ち焦がれて、その挙句元老院に処刑された、あのヒンメルだよ。さあ、現世でこそ僕の期待に応えてもらえるね。一緒に帰ろう、あの天空城へ。そんな。俺はまだお前の依頼を果たしていないぞ。戻れ、アンジュ。アンジュ姉ちゃん、言ったらあかんって。ごめんなさい、エル。みんな、あとは任せる。あれを投入しても構わん。僕たちは先に町へ戻る。はっ、かしこまりました、アルベール様。うそー、アンジュ姉ちゃん、ほんまに行ってもうた。どきなさいよ。どうしてもどかねえってんなら、無理にでも通らせてもらうぜ。楽に勝てそうかな。やっ、大事な方法。あれる治療の際、トラングバレット、どうしよう。ちょっとやらす。契約を果たしていない。アンジュ、戻ってこい。アンジュに手出しはさせないわよ。行ってしまったか。どうしてアンジュがアルベールについていくなんて。なんぞわけありないやろ。ぼんやりしとってもしゃあないやん。連れ戻しに行こうか。
風だな。大地の宝刀レイジングチャップ爆炎拳連携熱中風弾症レイジャップ記憶が記憶諦めてカロン天が呼ぶ。気を抜かないようにドリュータリオブレイクシュート最終撃キャンプダウンブレイクシュートブレイクシュートアクセイトダウンヤーゴアスパシャットキラメキコロン曇りなき太刀迷いなき弾丸倒すわよ無効なる深淵の渦終焉なき虚妄さまよえ
おそらく二人は町の奥にある兵器工場だろう。そこが軍の司令部を兼ねているはずだ。二人のいる可能性は高い。よし、じゃあ早速行ってみようぜ。